スプマンテっていう、まあ、スパークリングワインでフェラーリっていうのがあるっていう話をして、で、はい、まあ、村上さんも知ってるっていうことだったんですけど、そのフェラーリが運営経営しているレストランがあるんですよ。それがマルゴーンっていうレストランなんですけど、はい、その、まあ、フェラーリの工場を訪問した後にそのまま、まあ、その日の午前中に訪問して、その日の夜はフェラーリのレストランでご飯をいただいたんですよ。はい、でですね、一応ミシェランの一つ星をもらってるんですけど、その前回話したこのあれですよね、トレントっていうところの、はい、まあ、山が多いんですよね。この辺り、まあ、スキーでも結構有名なんですけど、その山にどっと上がっていて、で本当に山のフェラーリ、これブドウ畑なんですよね。でフェラーリを作ったの、はい、畑の本当に中にあるっていう感じですね。トレントっていう町から車で10分ぐらい山中に上がっていく感じで、周りに何にもないブドウ畑ばっかりっていうと、はい、で食事の時にはね、本当にこの目の前の畑のブドウで採れたワインっていうのも飲ませてくれるんで、へ、結構ここをついてこうレストランの方に行くと、これまあミシュランのあのあれが入ってますけど、こんな感じで入り口でお店の方が迎えに来てくれるっていう感じ、はい、でですね、これメニューですね、はい、これはねアルカルトの方なんで、私が頼んだのは、セットメニューにワインのペアリングをしてっていう感じなんですよね、はい、ミシュランの星がついてるレストランっていうと、だいたい食前酒が、まあ、入った時に食前酒何にしますかっていう感じで出てきて、はい、でまあ、なんていうんですかね、こういうおつまみみたいなのがちょこちょこっと出てくるんですよ、はい、その食前酒っていうのは当然フェラーリを頼んで、うん、多分あのこのレストランはフェラーリ以外の選択肢ってないのでフェラーリでもいろいろな種類があるんで、それどれにするかっていうことなんですよね、はい、でこれですね、この辺りの川で取れるマスとかってあるんですけど、はい、それを、スモークにして、こうカナッペみたいな感じにしてるんですよね、はい、これがまあ前菜で、前菜がね大体ね多分ミシュランの星がつくと2つぐらい出てくるんですよ、はい、でこれ2つ目で、これもこの辺りで取れるチーズを溶かして、固めてみたいな感じです。これまあまあ定番というか、はい、どこに行ってもつまみみたいな感じで出てくるんですけど、うん、でまあ、この辺りを飲んで食べてしながらこうメニューを決めてみたいな感じなんですよね、はい、アラカルトではなくてそのセットメニューなんですけど、一番最初に出てきたのがこれなんですよね、はい、これがですね、オレンジのところがマンゴーのソースで、緑のつぶつぶが見えるじゃないですか、はい、タピオカなんですよ、はい、パンのくずみたいなのをこうかけてっていうのはねよくあるんですけど、はい、まあ、そんな感じなんでね、マンゴーの酸っぱい味とタピオカのちょっと甘い感じとパン粉の、塩辛い感じがこうミックス、それをミックスを楽しむと同時に、温度もこのマンゴーのソースは冷たくてタピオカが生ぬるくて、はい、パン粉がちょっと熱くはないんですけどあったかいみたいな感じなんですよね、うん、色とかその温度差とか食感ですとか、はい、味のコントラストっていうか、そういうのを楽しむっていうのは最近の、まあ、ミシュランの傾向かなという感じはしてます。へえ。でこれがですねタルタルステーキなんですけど、はい、いくつか前の動画でもそのヨーロッパでタルタルステーキって最近増えてるっていう風な話をしたんですけど、セットメニューに入っていて、アンチョビーっていうかね、日本で言うとアンチョビーですよね、はい、カタクチイワシの塩漬けみたいなところと、あと周りにケッパーっていう草の実なんですけど、はい、それを塩漬けにしていて、でそれをねお肉の味付けみたいな感じで食べるんですけど、その生肉とアンチョビとケッパーの組み合わせっていうのは結構ヨーロッパでは一般的なんですよね、うん、日本だと私あんまりそういうの食べたことないんですけど、うん、日本でもやってみると面白いかなと思うんですよね。で、緑のやつってわさび風のソースなんですよね、はい、まあこれはね結構どこに行ってもよく出てくるかなみたいな感じですね。そうなんですね、はい、で次がですねイタリアで取れるちょっと特殊な種類の小麦とサイヤエンドとズッキーニのリゾットですよね、はい、野菜のパリパリ感とか小麦のモワモワ感ですかね、そういうのを
楽しみながらっていう感じですよね。へえ。でね、ワインはね、もうペアリングなんで、こう、まあ、ボトルは見せてくれるんですけど、ちょっと撮影はしてないんで、うん、なかなかどういうワインを飲んでるかっていうのは見えないんですけど、まあ、そこは、はい、でですね、お肉が真ん中にあって、周りにソースがあるんですけど、で、まあ、ケッパーも見えると思うんですけど、はい、ね、子牛の肉にツナのソースをかけてるんですよ。へえ。なんで、まあ、日本でいくとね、ツナとマヨネーズをあえた、それを挟んだサンドイッチとかおにぎりとかあるじゃないですか。あ、はい。まあ、感覚でいくとあんな感じのソースなんですよね。そうなんですね。うん、でこれ子牛とそのツナのソースっていう、まあ、イタリア語で言うとビテロトナトっていう、その子羊にツナのソースみたいな意味なんですけど、これで結構、はい、イタリア中で定番なんですよね。うん、うん、ちょっと意外な組み合わせだと思うんですけど、まあ日本でもあれですよね、ツナのマヨネーズみたいなおにぎりと食べたとかパンとか食べたりとかするんで、はい、多分ね、味としては日本の方もそんなに違和感はないのかなと思います。あー、へー、はい、これがデザートっていうところで、はい、これはね、まあ、普通のクリームにコーヒーがかかっていて、でこれはまあ日本でもよくあるタイプかな、味もね、日本によくある味かなという感じですはい。でまあ最後に、わしね、あんま甘いものって食べないんですよ。あ、そうなんですね。うん、なんでまあヨーロッパの星付きレストランとか行くと甘いのが2つ3つとか出てきてはい、それをね、やめてもらうんですよ。でそれね、やめるとシェフの方とか不機嫌になっちゃうんでなんか甘いものが一番うちは美味しいんだっていうようなレストランも結構多いんですけど、はい、わしはね、本当に甘いものは積極的に食べないんで、メニューでもね、多少選べたりとか、そのシェフに行って、はい、ちょっとこの甘いものはのけてくださいとかっていうのができるんで、はい、まあ、そういうことするんですけど、へ、まあ、ちょっと田舎にあるっていうところと、あとまあフェラーリが経営の母体にあって、これまあフェラーリのビジネスとかでも使ってたりするんで、はい、非常にね、価格も安い感じなんですよね。多分ね、これ1人のセットで1万円いってないんですよ。まあ、ちょっと夏なんで、メニューをこう少なくしてるっていうか、そういうところらしいんですけど、はい、なので、気軽に行けるレストランかなというところなんで、ちょっとタクシーに乗っていくことになると思うんですけど、もしイタリアのトレントっていう街に行った時にはね、ぜひ訪問してみるといいのかなと思います。はい、はい、